どうもレイです。今回は、マイクロチップによる新たながん治療についてっていうことで少し考えたことをお話ししていきたいと思います。つい先日ですね、ニュースで知ったんですけれども、肺がんの治療にね、マイクロチップが使用されたっていう記事を見つけたんです。この記事によると、手術前に気管支にね、管を通して円筒状のマイクロチップを肺がんのその病巣近くにね、置くんだそうです。それで手術で体の表面にね、開けた穴から胸腔鏡っていうものを差し込んで、肺の中にあるねマイクロチップの信号を目印に、周囲の組織と一緒に病巣をね、切除するっていう手術方法だそうです。この医療機器はね、調べたら昨年の12月には高度管理医療機器の承認がねされておりまして、で今年の9月にすでに手術が行われて成功しているんだそうです。この手術方法はね、他のがんにも応用が可能だっていうふうに考えられているようです。一時期マイクロチップの危険性についてね、都市伝説界隈で様々なね動画が上がっていましたよね。このようなね記事を見つけてしまうと、今後のマイクロチップについてのね見方を変えていかなければならないかなっていうふうに私は感じました。まさかね、医療の現場にマイクロチップがねこんなに早く登場するとは思ってもいなかったです。まだまだ先の技術っていうふうに、ね、思ってたんですけれども、技術の進歩はね急速に進化していますよね。以前やりすぎ都市伝説でもね語られてたんですけれども、やはり私たちの未来にはマイクロチップをね人体に埋め込んで、様々なね媒体をマイクロチップのね認証などで動かしていく未来っていう風に変わっていくんでしょうかね。まあこれもちょっと別のニュースでね、神戸でスマートシティ化の計画がねされているっていう記事をやっぱ見つけて読みまして、神戸ポートアイランド六甲山とかのね場所を中心にね、人工知能やビッグデータなどね最先端のねデジタル技術を用いた街づくりをね行うっていう風にね記事が出てたんです。まあこの流れがね、IoT とか 5G の普及とともにね全国へとね浸透していくことになるんでしょうね。まあ私たちの未来はこの技術の進化によってね、どのようにね生活が進化していってね、どこまで便利になっていくんでしょうかね。ただ時折このままね技術の進化を続けていっていいのかなっていうふうに考えることもあるんです。もともと人間にはね勘とかっていうね不確かなね、しかし時には見過ごせないようなね結果を出すことが、ね、あるこの感覚、一番簡単なのは季節の移り変わりをね敏感に感じ取る感覚とかがどんどん失われていくんじゃないかなっていうふうに感じるんですよね。都市伝説の考察とかをね含んだねエンターテイメントって呼ばれる分野もね、ひらめきっていうものによるね感覚のね集大成のようにも私思いますし、そのようなねひらめきの感覚がねだんだん失われていくんじゃないかなっていうふうに考えることもあるんです。普段の忙しい生活の中に案外とねひらめきやね自然を感じ取る感覚っていうものがね転がっているんじゃないかなっていうふうに思うことがあるんです。さて最先端のテクノロジーっていうこのね波にね身を委ねて生きていくべきなのか、テクノロジーにね逆らって生きていくべきなのか、これはちょっとナンセンスですね。
まあこれからの時代はテクノロジーと人のね心をつなぐためのね新たな哲学が必要なようにね私は感じるんですけれども、皆さんはねどのように思われますかね。今回は以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。